どうもこんにちは。今回はフォードが今後の電動化戦略を強力に推進していく上で最もボトルネックであるだろう既存ディーラーの再編に着手し、特に急速充電器の設置やディーラーのトレーニングなどの投資を行わなければ今後フォードの新型 EV を一切販売できなくなるというまさかの最後通牒を突きつけてきたという驚きの動向について、その動向から日本メーカーが学ぶべき点についてを徹底的に解説していきたいと思います。まず今回のフォードに関してですが、すでに電気商社強力に推進していくという大方針を発表済みであり、まずは2020年末にも初めての本格 EV となるマスタングマックイの販売をスタートさせながら、さらには商用配送版である e トランジットの発売もスタート、そして全米で最も売れている自動車である F-150 の電気商社バージョンとして F-150 ライトニングの納車もスタート中、したがってすでにフォードというのは売れ筋の電動 SUV セグメント、ピックアップセグメント、そしてまとまった需要を確保できる商用バンセグメントに対してそれぞれに電気商社をラインナップすることができています。さらにこのフォードに関しては今後さらに電気商社の販売台数を劇的に増やすために、その電気商社においてコアテクとなるバッテリーの生産にもコミットし、特に韓国のバッテリーサプライヤーである SK イノベーションと合併して何度合計して年産129GWh という大量のバッテリーを内製化する方針を発表。現在 SK とともにアメリカ国内にバッテリー生産工場を順次建設している状況であり、そしてそのバッテリーの安定的な調達によって2026年時点で年間200万台以上の完全電気商社を販売、そして2030年までにはグローバルで発売するフォードの全車両のうち実に 50% 分を完全電気商社にリプレイスする方針すら表明。このようにしてアメリカの名門ビッグ3だったフォードについては電気商社に急速にシフトしていく方針を示していたという背景が存在したのです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、そのフォードがアメリカ国内の提携ディーラーに対して新たな契約にサインすることを求めてきているということで、それが今後フォードの電気商社を販売していくためには電気商社に対する新たな投資を行わなければならず、もし仮にその EV シフトに向けた投資を行わない場合はフォードの電気商社を金輪際販売することができなくなるという極めて厳しい契約であるということなのです。それでは具体的にフォードがディーラーに対してどのような契約を提示してきているのかに関してですが、まずディーラーとは新たに3つの契約方法が存在するということで、それがモデル E サーティファイドエリートディーラーシップ、モデル E サーティファイドディーラーシップ、そして契約解除という3種類となり、特にフォードの EV を販売すると決めたディーラーに関しては全社2種類のどちらかのプログラムに参加する必要が発生。こちらは投資額によって変わってくるわけですが、仮に最大120万ドル、日本に換算しておよそ 1.7 億円というより投資額が大きいエリートプログラムを選択した場合は、その分だけより電気商社の割当台数を増やしてくれるわけですので、今後電気商社販売へとシフトしていくディーラーに関しては最大 1.7 億円もの投資を追加で行わなければならないということなのです。また通常のモデル E サーティファイドディーラーシップを適用する場合はその投資額をおおむね50万ドル程度、日本円にしておよそ7200万円程度にまで抑えることができますが、当然エリートプログラムと比較しても販売できる EV の割当台数が減ってしまうことになり、そして何といっても今回そのどちらのプログラムも選択しない、つまり電気商社に対する投資を行わなかった場合、再来年である2024年の1月1日以降フォードの電気商社を販売することができなくなってしまうということなのです。そして今回フォードに関してはこの電気商社に対する投資を行うのかどうかという決断を来月である2022年の10月末までにディーラー側に返信するように求めてきている。つまりこの状況を端的に表現すればフォードが今後の EV シフトに協力するのかしないのか、今後電気商社を販売する気があるのかそれともないのかを判断させるある種の最後通牒を突きつけてきている。しかもその投資額についても1ディーラーとしては極めて重い最大 1.7 億円程度、そして何といってもこのディーラーにおける重要な決断をあとたったの6週間程度もの間に判断しなければならないということなのです。一方で今回のフォードのアグレッシブなディーラー再編提案というのは実は意外にもマイルドであるという点も重要であり、というのも実は本チャンネルにおいて以前紹介していた同じくアメリカビッグ3の一角をなす GM も全く同様のディーラー再編計画を実行していたということで、具体的には GM の高級車ブランドであるキャデラックブランドの提携ディーラーに対して電気自動車に対する投資を行わない場合、電気自動車に関わらずキャデラックブランドの全ての車を販売することができなくなる、つまり
り実質的には電気自動車に対する投資が強制されていたわけで、したがってその条件を飲めないディーラーは最低でも30万ドル、最高で100万ドルにも及ぶバイアウト提案によってキャデラックブランドの販売権をメーカー側に売り払うことができることになり、よって全米のキャデラックブランドを取り扱うディーラー880店舗のうちなんと320店舗がこのバイアウト提案を引き受けてEV シフトの道を拒んでいたのです。しかしながら今回のフォードに関しては、確かに今回 EV シフトに対する投資を行わなかったディーラーに関しては今後フォードの新型 EV を販売できなくなるわけですが、既存の内燃機関車だったり商用車についてはこれまで通り販売を継続することが可能、さらに確かに2024年以降からは EV 販売ができなくなるものの、2025年のどこかのタイミングでもう一度電気自動車の販売を行いたいと考えたディーラーについては、電気自動車に対する所定の投資を行えば2027年の1月1日から再度電気自動車を販売できる権利を獲得することが可能。要するにこのフォードの EV シフトに不安を感じているディーラーは一回 EV シフトに対する投資を先送りすることができるわけですので、すぐに EV シフトへの投資を半ば強制させた GM の対応とは大きく異なるということなのです。また具体的な EV シフトへの投資内容についてですが、特に大きなウェイトを占めるのが急速充電器の設置費用であるわけで、実は今回の投資額である最高120万ドルという投資額の中でも最大 90% を占めることになるのがこの急速充電器の設置費用であるそうで、特にエリートプログラムを適用する場合は最大でも2基以上の急速充電器を設置しなければならず、さらにレベル2の普通充電器も併設することが求められる。そしてその急速充電器に関しては最低でも 120kW級という高性能な急速充電器を設置しなければならない。したがってその設置費用が通常よりもかなりかさんでしまうということなのです。というのもフォードに関しては全米に存在する合計して2991門のディーラーというのはアメリカ人の実に 96% がフォードのディーラーの25マイルおよそ40キロ圏内に居住し、さらに 85% のアメリカ人はフォードのディーラーから10マイルおよそ16キロ圏内に居住しているということから、仮に自宅に充電器を設置することができないユーザーおよび電気自動車を所有したことがない方がその精神的な安心感からやはり既存ディーラー網に急速充電器を設置するという方針を採用、よってディーラーに対して急速充電器、しかも 120kW級という高性能な急速充電器をなんと2台以上も設置することを条件としてきているということなのです。またフォードの指定する EV シフトに対する投資内容としては、特に販売店の従業員に対する電気自動車に特化したトレーニング、そして現在既存メーカーの EV で問題となっている販売ディーラーが電気自動車の価格を釣り上げて販売してしまっていることによってメーカー側の発表している価格とあまりにも乖離した値段設定となってしまっていることで、ユーザーが電気自動車を選択できない状況を是正するためにその販売ディーラーごとの値段設定を全てオンライン上で掲載して、ユーザーは最も安いところから EV を購入できるようにするという販売手法を採用することで公平な値段設定で電気自動車を購入できるようにしています。一方でこのフォードのアグレッシブにも見えるディーラーへの最後通帳に関してはいくつか懸念するべきポイントも存在し、まずは何といってもディーラーに急速充電器を設置することの是非なわけで、というのも電気自動車における充電というのはあくまでも自宅に設置されている普通充電器、つまり基礎充電環境において充電を行うことから急速充電器というのは普段は使用することがない、航続距離を超えるようなロングトリップにおいてのみ急速充電器を使用することになる。したがって街中の急速充電よりも街と街との間をつなぐ主要幹線道路沿いで急速充電を使用することになるわけで、よって自動車を取り扱うディーラーに急速充電器が設置されていたとしても果たしてどれほどのユーザーが急速充電器を使用することになるのか極めて疑問であるという点が挙げられると思います。こちらに関しては確かにフォードからしてみればやはり家の近くに急速充電器がしっかりと整備されていることによって安心して電気自動車の購入に踏み切れるようになることから、その安心感を醸成させるために販売ディーラーに急速充電器を設置するという考えは確かに真っ当なように聞こえるものの、特に 120kW 級以上というような高出力な急速充電器の場合イニシャルコスト以上に待機電力代やメンテナンス費用などというランニングコストもバカにならないわけで、
当然これらのランニングコストは全てディーラー側が負担を被ることになる。その一方で実際に 85% のアメリカ人がいくら自宅から16キロ圏内にフォードのディーラーで急速充電ができるからといって、それでは継続的にディーラーに赴いて急速充電をしに行くのかといえば、それはまずありえないのです。こちらは電気自動車を所有しないと理解できない概念なのですが、基礎充電環境というのは言ってみれば、皆さんが毎晩スマートフォンに充電ケーブルを差し込んで寝るようなもので、確かに電気自動車を自宅で充電すれば基本的に一晩充電し続けなければならないものの、スマートフォンの充電時間をご存じないように、電気自動車の普通充電についても寝ている間に充電を行うことができることから、別に一晩充電に時間がかかっても何も問題視する必要はない。つまり寝ている間に充電を完了させることが可能な一方で、急速充電というのはあくまでもディーラーで数十分かけて急速充電を行うという充電のための時間を必要としてしまう。言ってみれば、果たして皆さんがスマートフォンを10分程度で充電完了できるからといって、毎日家から離れたスマートフォン急速充電ステーションに充電しに行くかということと同義であるわけで、おそらくほとんどの方は家から出ずに寝る前に充電ケーブルにつないでおいて一晩かけて充電するという方法を選択すると思われる。要するに電気自動車の日常的な運用において、わざわざディーラーの急速充電器を使用することがなくなる。まさにディーラーにとって不必要な投資となる可能性が出てくるのです。またこの急速充電器に関するもう一つの問題点として、確かに設置はしたが、そのランニングコストの高さゆえにディーラー側が勝手に充電器の運用を定期的に停止してしまう可能性も存在すると、もしそのディーラーの急速充電器を当てにしていた電気自動車オーナーからしてみれば、必要な時に急速充電器を使用できなくなる可能性すらはらんでいる。よって今回の EV シフトに対する投資内容の条件として、高性能な急速充電器を設置するという条件設定は甘すぎるのではないか。少なくともメンテナンス作業をしっかりと行って1年のうちほとんど稼働していなければならないというような急速充電器の稼働日数にも制限を設けるべき。もちろん平日以外は閉まっているなどという利便性の低い運用も禁止して、基本的には24時間365日利用可能な体制を構築するなどのさらに踏み込んだ急速充電器の設置計画を練るべきである、ということなのです。そして今回のフォードのディーラーに対する急速充電器設置に関しては、我々日本メーカー勢も追随する方針。特に先行して実施している日産だけでなく、ついに日本最大のトヨタに関しても日本国内のディーラー5000店舗に対して急速充電器を配備していく方針を表明しているわけですが、やはりフォードと全く同様に大きな懸念点が存在。特に街中の販売ディーラー5000店舗に急速充電器を設置したとしても、結局その急速充電器の稼働率は相当落ち込むことは目に見えているわけであり、それであれば急速充電が本当に必要となる高速道路上をはじめとする経路充電環境に対して、トヨタの電気自動車の充電性能を最大限発揮できる急速充電器を配備する必要性があると思いますし、さらに付け加えれば、このような経路充電には該当しない販売ディーラーへの急速充電整備費用には国の補助金を適用するべきではないわけで、もし仮にトヨタディーラーに設置される急速充電器の全てに国の補助金が適用されるなんてことになれば、それこそ真に必要な経路充電インフラ整備に対する補助金が枯渇してしまう。ここは政府としても今後急速充電器に対する補助金については、経路充電環境に該当する場合にのみ補助金を拠出するような制限を設けるべき。さらにその急速充電器に対する信頼性を高めるためにも、その稼働率もしっかりとモニターして、稼働率が低い急速充電器については補助金を返金させるなどといった方策も必要となるということなのです。このようにして今回フォードが発表してきた EV シフトに対する投資を行えないディーラーには電気自動車を販売する権利を剥奪するという、言ってみればディーラーに対する最後通帳を突きつけてきたわけですが、やはり電気自動車とディーラーという関係性は非常に相性が悪いことによって、遅かれ早かれどの自動車メーカーも追随せざるを得ない動きとなってくる。したがって日本メーカーの提携ディーラーについても、今後電気自動車に対する大規模な投資を行わなければ電気自動車を販売できないなんてことを覚悟しておかなければならない。その一方で、特にトヨタが行おうとしている全ての販売店に急速充電器を設置しようとする EV シフト施策というのは、電気自動車の運用方法をまるで理解できていない
愚策であると言わざるを得ない。むしろ販売ディーラーの首を中長期的にさらに締めることにもつながりかねないわけですし、もっと言ってしまえば、もしこの充電器設置に対して国からの補助金がこれまで通り適用されるなんてことが起きれば、それこそ真に急速充電を必要とする経路充電インフラがいつまで経っても改善されず、まさにトヨタの EV シフトにとってもマイナスになるとさえ考えられる。特に補助金を適用する条件を急速充電器に関しては経路充電に絞っていくという政策を考えるべきであり、改めてトヨタをはじめとする日本メーカー勢には、なぜディーラーに急速充電器を設置することが本質的に重要ではないのかという点を、日本と世界の充電インフラの質の違いを比較しながら改めて考えてもらいたいということですね。 EV シフト、いってらっしゃい。